ゲストの芸人さん、この方々です。どうもー。竹城老城よろしくお願いします。はっきり言って、はい、これはね手出しちゃダメですよ。お二人アニメとかはよくご覧になったりしますか？ジョジョの奇妙な冒険が大好きで、はい、ペッシの役を、はい、すごいこの声優さんうまいなと思って調べたら、はい、木村昴さんで、はい、ペッシをお聞かせしましょう。おどうぞ。プロシュートはねー、うわあ、ペッシだ。まずはジャイアンをはじめヒプマイ、呪術廻戦など人気作品に出まくりの木村昴さんがラフレコに挑戦。どんな笑いが生まれるのか。それでは木村昴くんによるジョイマンのネタにラフレコです。どうぞ。あ、最近運動してないせいか、もう一回やっていいですか？ごめんなさい。間違えちゃった。飛んだの、完全に飛んだ今。マジですか？ね、すごい。僕お二人ともやった方がいいんですか？もしかしたら。あ、最近運動しないせいかお腹たるんできたな。運動して汗かかなきゃな。Here we go, come on. Here we go, come on. 汗はしょっぺー、シーナはきっぺー、ナナ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 生乾き、いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。なんだこいつ。ラップでエクササイズしようよ。ラップでエクササイズ、そんなのできるの？イエスノー。どっちだよ。いや、イエスノーじゃ分かんないのよ。お腹のたるみ、テルミ、ショーミー。それ何？食生活は大事だよ。今朝は何食べた？セイ。今朝？いや、ウインナーだよ。何本？何本？セイ。いやいや、だいたい 2,3 本ぐらいだろう。OK、 2,3 本、イビョンホン。何これ？何これ？2,3 本、イビョンホン。ペヨンジュンペルージン。いや、韓国人だな。ペヨンジュンペルージン、ウォンビンビールビン。ビールビン。クリントン20トン、イエイ。イエイじゃねえよ。あのふざけた歌はクリントン80トン？20トン。20トン？言っちゃった。クリントン20トン？大体の人80キロぐらいだからな。掛け布団50トン。死んじゃうよお前。そんなあったらお前。コットン90トン。重すぎるだろ。何なんだ一体。スッポン全日本。いやもう消えろ。どうもありがとうございました。違うな。ちょっとなんかいろいろブレちゃって、なんかいろいろ言ってましたよね。なんで言っちゃったんですか？あれアドリブですか今。すいません、抱えきれなくなった。抱えきれない。背負ってくれてるんですよ。そうね、クリントンは20トンだから。初めて言っちゃって80トンって。クリントン80トンじゃない、20トンだから。やばいやばい。いやー嬉しい。木村君なんか途中笑っちゃってたね。ごめんなさい。笑っちゃってたね。僕ももう本当普段からいつも拝見してて、うん、やっぱなんていうんですか、同じラッパーとして。違いますよ。ラッパー界がざわつきますから。続いて徳井そらさん、得意のツンデレボイスでジョイマンのネタにどんな笑いを吹き込むんでしょう。あー、戦国武将の名前ってなんか覚えづらいんだよな。なんかいい覚え方ないかな。ユイコユイコ、え、カモン、え、僕は最後の侍オーライアミダニョライ。アミダニョライ。ナナナナナナナの次八。いや、それはそうだ。いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。なんだこいつ。いや、見たら分かるよ、性別は。男って分かるから、うん、ラップで戦国武将の名前を覚えようよ。ラップで戦国武将の名前覚えようよ。そのできんの？はい、ジャスミンハイ。何それ。何ジャスミンハイって。ちょっと上杉謙信、下半身ハクビシン。ハクビシン。嘘。君は好きな武将とかいたりするのかい？せい。いや、いるよ好きな武将。あの
風林火山で有名な武田信玄が好きだよ。オーケー信玄クズ人間。何て言うんだおい。クズ人間家康ポケナス。口悪いな。家康ポケナス秀吉ウジ虫。いやすごいだよ。裏がトイレ長イエーイ。松葉賞おねしょ。やめろよ変なこと言うな。千の利休自宅。いやいやもう部署関係なくなってるから何なんだ一体よ。バイバイ火山灰。いやもう消えろ。今日行けたらなんか髪がちっすもんね。もう言わないで。そう飲まれかけたの。女の子の声がなんか高木さんに合ってますね。なんか合ってました。なんか自然にやっぱこうなっちゃってちょっと高木さんが乙女チックな可愛らしさが出てきてたんですよね。後ろから可愛い声の響きが聞こえるからなんか違和感しかないんですよ。脳が追いつかなくてなんかこの顔に可愛いんで。私すごく光栄です。嬉しい。こちらこそ光栄。翔栄。